石津の9の26号線石津町の交差点に来ています。これすごいアジアのような大渋滞が見られるんですけども、一番左の車線って明らかに直進と左折だけのラインなんですが、じゃんじゃかじゃんじゃかと回ってきます。もちろんこれで大渋滞になるんで、直進や左折の後続車が今度は詰まるというようになってます。右折の矢印信号に変わりました。で赤に変わったわけです。これ先の方を取って見てみると、これ石津のターミナルに入るのに向こうが臨海線なんですけども、そこでずっと踏ん詰まっておるような状態で、なかなか右折ができないので、直進レーンからもう右折をするというような形になってます。ワンサイクル取ってみますね。これまたこのなんていうんですか、こっちがこれ南海本線の駅のターミナルなんですけども、こっちからまたこの臨海の浜の方へ行く方にもこう信号で踏ん詰まるということになりますので、それもこの信号ワンサイクル取ってみます。これで信号が、右折だけの矢印になりました。あ、今回は踏ん詰まらずどんどん流れてますね。すごい流れましたね。8月頃がね、よう混んでたんですよ。で、その時にはあの一番左側の車線から会社のマークがついたトラックやらバスやらそういう車もじゃんじゃんとかぶしておったんですけども、少し空いてまいりまして、9月に入ってで今になると乗用車だけがかますというような形になっております。これ今右折矢印信号になりましたね。なん
かなかこれダンプとかのかましがきついんですけどね。ダンプも臨海線の方でかましをしてますけども、通ってんのはこっちと違って臨海線を通るようになってます。トラックやバスなんかもここ曲がってくるんですけども、まあ、レーンは守るというような形でずらーっとすんごいね、これどれぐらい混んでるのか分かりませんけども、もうキロメーターになるかなというぐらいまで後ろまでずらーっと混んでるんですよね。かましたくなる気持ちも分からんではないんですけども、なかなかアジアを彷彿とさせるようなすごい渋滞ってなかなか見られないので、まあ、ただただレーンに並んでるっていうのはよう見られるんですけども、こんだけじゃん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 かましてここの交差点だけがすごい中で団子状態になるっていうようなね、そういうことは珍しいのでお伝えをしております。少しコンビナートの行く方への波形が良くなったような感じがしますね。これ取る前のあたりぐらいまではすごい交差点の中で、これこう北方向へ向けてカメラ回してるんですけども、北方向についても西方向についても東方向へついても団子状態が続くような形やったんですけども、東西は団子が少し解消されたような感じに見えます。時刻は7時10分ぐらいです。一番左の車線もね、こっち側で見てて面白いんですよ。左はもちろん左折車線が2車線あるんですけども、左折する車はほとんどなく、またこれを右の方へ寄って直進をせざるを得んような形になってます。左かバスターミナルなんでバスが備えして入るのは分かるんですけども、こう混んでるんで左側から行って左折車線から最後には右へ寄せて直進レーンに入るというようなことになってます。
すげえな、あの黒の車が。もっとこっちへ来てね、この辺ぐらいで止まったらええのに、何のところであのワーゲン止まるんか分かりませんけども、決対のところで止まってるんで、後ろの車非常に行きにくかったですね。さすがに南海バスはこの左折レーンからわざわざ直進の方へ最後のところの交差点の手前でかますというようなことはしないようですね。これ左か寄ってる車ほとんどが左折はしません。右の方へ寄っていってで直進のレーンに入るというようなことになっております。この程度のことができんと大阪では運転ができないというような形になってますね。ちなみにこう木の向こうに上と下の方が水色に塗って真ん中白のマイクロバスはありますけども、あのバスはバスターミナル左に入るのかなと思ってたら、あれも左に入らずそのまんま左折車線から右へとかますようですね。あんなとこへ止まってて、もうバスターミナル入り口過ぎましたからね。
あのマーク X なんかは後ろから右折する車があるんで、もう信号赤なって矢印になった時にわざわざ来ないし左へ寄ってね、あれはまあ直進でしょ、でわざわざ左に寄って後ろの違法に右折をする車に道を開けてあげるというような形で気配りをした運転をしているように見えますね。警察がここへ立っておったら、まあ、こんなことせえへんのでしょうけども、警察も立ちませんし、無法地帯のようになってほったらかしになっております。なかなかこの一番手前のトヨタの銀色の車ね、63番なかなかやりますね。あの車がまだ左へ曲がるんやったら左折レーンを外からかましてもしゃあないよなということになるんかもわかりませんけども、今の車はもうやっぱり、コンビナートの方へ入るというような形で左に寄って大外からかましていきましたけども、左折の方ではなくて直進のレーンの方へ並んでますね。見えますかね、マイクロバスの後ろにさっきの銀色のポンテがついて、予告のように左折しませんって言うたもんですから一応取っときますけど、ね、今直進の車線に右側から入っていきましたね。7時20分ぐらいですね、この後ろのあれ何の車なんですかね、タンクの車ね、あんな大きな車で一番左から右にかまされると後ろの車はすごい行きにくいんですけども、これもああいう車種の車かますんが大好きですからね、ナンバー言うときましょうか、こっから見えへんのですけどね、見えるようになればまたお伝えをしますわ。新栄工業、新たに栄える工業って書いてますね。5977、ワイズミナンバーですからこの辺の車です。さすがに中の企業名が書いた
バスとかトラックもあるんですけども、そういうやつはさすがにここを通らず臨海の方から回るか、もしくはここを通ってもちゃんと並んでますね。アート引っ越しセンターの車なんかが何台かこう行くんですけども、あんな車もみんな並んで、左っかで大渋滞で、右っかですね、右で大渋滞でずっと並んで、ようやくここで曲がっていくというような、まあ会社の看板背負ってますからね。今の車会社の看板背負ってないわけではないんですけども、まあみんなむちゃくちゃして曲がっていくんですけども、いろいろ抱えてる2人だから大丈夫。